型コロナウイルスの院内感染が全国各地で問題になる中、プレハブ工法のドームハウスが医療機関から注目されつつある。車2台分のスペースに1時間半ほどで設営できるといい、すでに東京の病院や山梨県の診療所が隔離スペースとして導入したという。写真、発熱外来、用の設備を導入した EG ドームハウスの内部イコールホワイトハウス提供、EG ドームハウスは直径3から3メートル、高さ2から6メートルの球形をしている。外壁は高密度ポリエチレン製のパネルで雨に強く、防音性や保温性も優れている。内部は4畳半ほどの広さで、患者のベッドや医療機器を入れても余裕がある。入り口1箇所と窓3箇所が標準だが、扉を追加して通気性を高めることもできる。駐車場などに設置し、すぐに撤去できる。1機78万円、消費税、配送料別、で、輸入車、自動車用品販売会社、ホワイトハウス、本社、名古屋市、木村文夫社長、の子会社、TCL、が昨年11月から販売している。当初は主に災害時の仮設住宅を想定していたが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、今年2月末頃から医療機関から問い合わせが相次ぐようになったという。すでに導入した病院や診療所は、発熱外来、訪れた患者を他の患者と接触させずに検査、診療するスペースとして使っているという。ホワイトハウス、広報、マーケティング部の谷川新一部長は、ドームは丸洗いでき、建築確認申請も不要。医療崩壊を防ぐためにも活用してほしい、と話す。水害や震災などが重なり、避難所などで集団感染が発生しないよう、自治体などにも導入を働きかけたいという。問い合わせは、ホワイトハウス、0561-37-5440、鈴木優、